特別感がありますね。息を呑むような絶景の中での乗馬体験に。もともとどちら白馬の方なんですか。ね、私は北陸の福井の方なんですよ、ね。あ、福井。地元住民との触れ合い。実はこれらの体験は全てこのカプセルの中に。回して地元民とつながる。その名も村ガチャです。運任せの偶然の出会いによって人生が激変した人も。もう人生の分岐点ですね。村ガチャがきっかけで決めました。かつてない取り組み、村ガチャを追跡しました。北アルプスの麓に位置し、雄大な山々を望める長野県白馬村。今注目されているのが。コーヒーのいい香りが。こんにちは、お邪魔します。ありました、入り口入ってすぐにすごい大きなカプセルトイがあります。カウンターに置いてあったこちらが村ガチャです。500円で1回回せます。この村ガチャを設置する店の人は、宝物を見つけるぐらいな感じの方が多い。カプセルの中の宝物とは一体。店内で利用客を待つことに。すると村ガチャに近づく女性の姿。あ、出た。黒いカプセルの中に入っていたのは、酸素カプセル20分無料と書かれた特典チケットです。酸素カプセル20分、すごい。え、嬉しい。群馬県から観光に来たというこちらの女性が引き当てたのは、1050円のハンバーガーの引き換え券です。その横には女性の写真。アニーという名前に美魔女の文字。そして裏面にはスキー場にこもって白馬の山々に魅了され移住とのプロフィールが。実はこのチケット、村民カードと呼ばれ、特典だけではなく紹介されている村民に直接会うこともできるんです。アニーさんの。はい、そうです。この乗せさせてもらって、津田家の美魔女をやらせてもらってます。スキーをされてたんですか。スノーボードなんですけど。まだ滑るんですか。今日ちょっと滑ってきて最後かなぐらい。村民カードに書かれたプロフィールがきっかけで弾む会話。こうやって美味しいものも食べられるならお得かなと思うし、あと村の人ともお話できるので、楽しいですね。半額以下で味わえるだけでなく、直接会わなければ経験できない村民との触れ合いが村ガチャの最大の魅力なんです。去年7月に2カ所からスタートした村ガチャ、現在では白馬村に6カ所設置されています。中にはたった500円でできるレア体験も。黒だよ。白馬で乗馬できるんですか。500円以上の価値があります。白馬村で白馬に乗れるというもの。こんにちは、こうへいさん。カウボーイハットをかぶったこの男性が、白馬村で白馬を育てる雨宮こうへいさんです。実際に乗馬体験をさせてもらうことに。うわーすごい、特別感がありますね。道を歩いてくれるって何これ。山とかもすごい綺麗 で、ね、本当に景色が最高ですね。
他にも現役の JR 白馬駅長が披露する自慢の DJ テクニックやスキージャンプの選手によるジャンプ台見学ツアーなど、村ガチャには多種多様のレア体験が。現在村ガチャで会える村民はおよそ40人。その中の最高齢が白馬の祖母こと伊藤直志さん86歳です。村民カードの特典内容はコーヒー1杯を提供するというもの。しかし伊藤さんにとって嬉しいことも。おばあちゃんに会えてとか言ってね、はい、喜んでくれてね、いろんなお客さんとね、お話ができて嬉しいです、うん。観光客と村民の双方にとって魅力的な村ガチャ、その仕掛け人がこちら、ウィンタースポーツ用品店を営む佐藤敦俊さんです。村ガチャを始めた狙いは2つ。1つ目が、白馬村自体がやっぱりもう観光業の村なので、地元の人とたまたま関わることがある、旅行ってすごく記憶に残ってると思うんですよね。冬と夏以外は観光客が少ない白馬村、村ガチャを通して村民と触れ合うことでリピーターとなり、1年を通して白馬村に来てもらいたいと言います。そして2つ目の狙い、実は村ガチャは観光客だけでなく移住者にとっても大きな存在に。移住してもなかなかその地域のコミュニティに入るきっかけとか、出会い、友達ができるきっかけってなかなかあるようでないの で、こういうのを通じて、その移住者も村民の人とお話しするきっかけにもなる。実は佐藤さんは9年前に千葉県から移住。近年白馬村は移住者が増加傾向にあり、地元民と触れ合える場を増やしたいと考えていたのです。そんな中、取材を進めていると村ガチャの意外な使い方をする男性と出会いました。これなんか新しいやつ増えてるのかな。何やら村ガチャの中身を気にしている男性、50歳の煙山さん。東京に家族を残し白馬村に単身赴任中です。財布から取り出したのはなんと12枚もの村民カード。一体なぜ？休みの時になったりすると、まあ、なんかちょっと寂しいなっていう感じがあるんで、家族と離れて一人で暮らす寂しさを紛らわせるため、休日の村ガチャ利用に密着しました。やってきたのは森の中にある小さなケーキ屋さん。60代の上村さん夫婦が営んでいます。村民カードでケーキ2つと交換。そしてここからが煙山さんの真の目的。せっかく村ガチャで当たったんで、これお話できるっていう、お話してもいいですか？すみません、ありがとうございます。もともとどちら、白馬の方なんですか？ね、私は、はい、北陸の福井の方なんですよ。あ、福井。え、なんで白馬来たんですか？私は親戚がこちらのペンションやってまして、そこでちょっとね、手伝ってたんです。そして椅子に座るとさらに質問攻め。最初働いてたんですよね、真面目に。ケーキじゃなくて、なので飛行機作ってた。飛行機？急になんでケーキ屋さん？ちょっと知り合いのあれきっかけなんですけどね。これまで日本各地を転々としていたというお互いの共通点、新天地での寂しさを埋めてくれる新たな相談相手が見つかったようです。さらに仕掛け人も驚く事態も起きていました。ガチャで人生が大きく変わってしまった人がいました。村ガチャで人生が激変したという人物を追跡しました。
白馬村にあるグランピング施設で働く27歳の横田隆弘さん。神奈川に行った時は普通に会社員をやっていたんですけれども、簡単に言いますと村ガチャがきっかけで白馬村に移住を決めました。なんと村ガチャがきっかけで移住を決断。去年7月観光で白馬村に訪れ村ガチャを体験した横田さん、当たったのはこのグランピング施設の村民カード。その時代表の大塚さんと意気投合したといいます。その後も横田さんは村ガチャを回し続け、白馬村の魅力にどっぷりハマり移住を決断。その直後グランピング施設への就職も決まったのです。さらにこの3月の29日に籍を入れまして、自分が先に移住して1年後に来るみたいな形で。移住と同時に白馬村役場に婚姻届を提出。来年には妻も白馬村に移り住む予定だといいます。そして新たに芽生えた叶えたい夢。もう人生の分岐点ですね。私自身も次のステップとしてあのガチャガチャに入りたいというのもありますので、そこを目指して今は突き進んでおります。スーパー J チャンネルの松尾由美子です。いつもご視聴いただきありがとうございます。スーパー J チャンネルで放送したニュースは ANA のニュースチャンネルでいつでもご覧になれます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。